まあ、若い力が政治を変えるのかそれとも派閥はいや,やっぱりしぶといのかっていうところいろいろ注目点はあるんですけれども、まあ、自民党総裁選に正式に出馬表明をしたあ河野さんですねいろいろ発言としてはです、ね、今までこの物議を醸してきたような、えー、例えば、脱原発とかあの女系天皇容認といったような持論をこう封印したようにも見えるんですけれども これがプラスなのかマイナスなのか藤川さんこれはどう影響するんでしょうかそうですね河野さんは世論調査での支持は高いんですけれども、うんはい、まあ自民党内では異端児というイメージが強くてですね、うんうん、これまでのその主張を封印することで自民党内に対して安心感や安定感を印象付けたいという狙いがありますね、はい、ただその一方で熱心な支持者が離れていってしまうかもしれないというリスクがありますので、うん、まさに河野さんにとっては諸刃の剣といった形、うん うん、プラスにもマイナスにもどちらにも働く可能性はあるとということですねで、まあ、あの構図自体はこの三つどもえの構図でほぼ固まったというも言われますけれどもで実際にその総裁選になって1回で過半数を取れる人はいますか そうですねなかなか難しい状況と見られてますね、えー、誰も1回では過半数を獲得できずに決選投票にもつれ込む可能性も指摘されています、はい、でその混戦模様の中でですね実はある派閥ではそれぞれの候補者にバラバラに推薦人を出すというような作戦も浮上をしていますみんなに出す。 はい、はい、あのこれはなんでかと言いますと投票というのは無記名なんですが推薦人は名前が公表されるんですねでその名前が公表されてですねその総裁選の後にうちの派閥はあなたを応援しましたよ人を出しましたよということで人事で配慮してもらおうという作戦なんですね。 決選投票でそのギリギリにもつれ込んだ場合その2位、3位連合を組むのかどうかどうやって勝ち残るのかというようなことで各派閥ともギリギリまで対応を見極めようとしている状態です。 今派閥のお話ありましたけれども今回は派閥を超えて河野さんを応援しようそういった動きも今 VTR の中にもありましたが今後、その派閥のあり方といいますか力というのはどうううなっていくんでしょうかそうですしょかそね今回、うん、新しく選ばれた人がどういう人事を行うかということがポイントになりますねが、はい、これからその例えば選ばれた人がですね派閥に配慮して派閥の推薦を受け入れた人事をするようなことになりますと、うん、やっぱり派閥の力が残る。 とということになりますねだからその若手の議員がです、ね、今派閥を超えて声を上げていることに対してはベテラン議員の中からはその人事の時期になってきたら派閥にポストを頼むのになんでというような冷ややかな見方も出ていますねそうなると実際に誰がなるにしても党役員人事とか組閣をして初めて見えてくるものが結構いっぱいあるんだろうなという感じもしますけれども。 あとははですね、注目は気になるのが石破さんの存在なんですけれどが、まあ、不出馬で調整ということなんですがとなるとはっきり誰を応援するというようなことは。 言ううううののかかわないのかどうないどんででしょうねそうですねそす石破さんは明日にもですね総裁選への態度を明らかにすると見られているんですけれども、はい、もしも仮にですね石破さんが出馬しないで河野さんの支援に回った場合にはですねその石破さんと対立している、えー、安倍前総理、麻生副総理がですね河野さんとの関係も悪化してしまうというような可能性が指摘されていましてか、うん、えー、あのって、ですね その麻生副総理や安倍前総理が岸田さんの支援に回りかねないというような見方が出ていまして<お>河野さんとしては非常に難しい立場になると見られていますなんと石破さんが言うのかって非常に重要になってきますね。はい